はいです。いや、これはね、あっちゃらー元高橋ね、あのー、電通専務と青木前会長の面会場面、東京地検が録音データ複数入手ということですね。あっちゃっお<う>ちょっとこれはきついね。これはね、もう多分高橋さんで、ね、あの、独房の,あの取り調べ室で。 ちょっとちょっとこれこんなのあるんだけどっつって流されてる最中ですよ。これはもうね,ね多分観念したと思います。で前も話したけどもあのこれですね自民党の議員にまで逮捕の手が及びそうなんですよね。でこれは一体誰なんだろうとかも含めてさらに元首相経験者にまで行くんじゃないかっていうような話も出ておりますから。 この辺り含めてですね、オリンピック問題についてずーっとずーっとずーっと語り続けている本間隆さんね電通批判をですね書籍でね唯一書き続けている時のような存在でございます、えー、本間さんをみんなで守りましょうということで本日も行きたいと思います本間さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますこれ録音データ絶対さこれで青木側があの電通にねなんかこれ 俺たち騙されてるっていうふうにちょっと思ってたから撮ってたんでしょこれどうかえても。<laughs> ちょっとやばくねって思ったんだけど。絶対そうでしょ。<laughs> そうじゃなきゃさ、録音なんかしないよね。だよね。これそ,そもそも最初からなんか怪しくねって。いや、それそうだよね。だって、スポンサー料ね、値引きしてあげる。本当は15億ぐらいするんだけど、 俺に頼んだら7億5000万円でオッケーで、その代わりね、組織委員会に振り込んじゃダメ、電通の子会社に入れといてとか、もうどう考えても詐欺じゃないですか <laughs> そら俺だってもう、録音しよっかってなるわねいやいつから録音してたっていうのは明確にされてないんだね。はいうん、うん。だからちょっとまださ。うん 何をどう、いつ録音してるんだかっていうのはわ,、うん、わかんないけど。うんうん、まあ、あれだよね。あのー、多分ね、2億5000万円を先払いしてくれって言われたところから怪しいと思い。とりず、そうだって。<laughs> だってこれ。例えばですよ。そうだな。あの、本間さんの本が、あのー、私がね、えー、 まあ例えば「絶版されている天落の木」っていう本間さんの本素晴らしい本があるんですけどもあれを私がね本間さんにね「いや本間さん復刊されるように私取り付けてきましたよ」っつってしかもどこから出るかっていうとですね「者から出ますしかもハードカバーです」しかも初版は5万部ですよ本間さん、ね、でこれ「終映者」に取り付けてきましたで者がちょっとだけ ね、あの、この、一冊二千円で販売するんだけども、五十万円分だけ、ほんまさん。うん、ね、あの、編集費含めて、後で印税でもっと返ってきますけど、あの、払ってほしいって言ってるんですよ。これさえあれば通るんです。五十万だけ、なんとかなりませんかで、これをですね、あの、集営者ではなくって、私の口座に振り込んでくれるとですね、この話うまくいくんですよ。ぜひお願いします。で、ぼちか するじゃないですかなんかよくある自費出版のさ <laughs> なんか自費出版詐欺みたいなほなおかしでしょどう考えても <laughs> ああ<ー>っていういやそれはまあ本間さんもちょっと清水の怪しいなとかなんかちょっと競馬ですってお金ないよから考えるでしょ <laughs> 俺競馬やらんけどさ で実際、高橋さんは何をしたかっていうと、まあ、7億5000万円でね、オリンピック格安でね、スポンサーになれるよ、で2億5000万円だけ酒振り込んで、うん、ただし、えー、電通の子会社、<laughs> それは録音するて、やっぱりそう思うよね、ああうん、やっぱり、やっぱり青木側もちょっと、こいつやべえかも、もしかしてって。 <laughs> <laughs> じゃあなんでそんな取引しちゃったんだよ <laughs> ああ笑えるよな<そう> <laughs> でこれで結局青木側は3人逮捕されてるからねねえ、うん、3人だからね、うん、でも一応さ <laughs> まあ元会長、うん、えっと元会長元副会長を あと事務の人は現役だよねえー、専務執行役員の上田勝久さんねうん私より年下ですようんおーすげえなかわいそうい一族系かいやあのー、多分ええー、要するにこの高橋との打ち合わせに参加してただけだと思って <laughs> 災難だな、うん、災難ですよまあそれです あれだよね。うん、面白いなと思ったのは、青木はすぐにさ、うん、世間をお騒がせして、申し訳ございませんって、すぐに発表したけど、うんうん、電通、しん <laughs> 知らん。知らん。<laughs> 自分のとこの元専務なのに <laughs>、何の談話の発表もないっていう。いや、すごいよね。でしょ<ー>よくよく考えてみると結構すごい話ですいや、すごいすごい話ですよ。それで、 しかも、各メディアがど,どこもそれを指摘しないっていうね。うん、しーん。たぶんさ、電通にも、お前、うんとこの,の元専務やられちったけど,どあの、これについてどう考えろよって多分電話、あの、まあ、電話取材ぐらいはしてるはずなんだ。うんうん、だけど、こんなの知るかって言われて、切られて終わってるんだと。ちなみに、電通のホームページにですね、プレスリリースが載っているんですけど、えー、1番。 7月29日電通第7回カーボンニュートラルに関する生活調査を実施7月29日あとはなんか電通の佐藤正彦電通と佐藤正彦東京芸術大学名誉教授と IP 開発プロジェクトを始動など、うん、無視完全無視だよねうん自分の会社にだって7月二十何日かにあれがガサ入れが入ってるじゃんうん それすらも発表してないっていう、ね。うん、で、えー、っとね、この間、あのー、電通内部の人から電話がかかってきて、うんうん、で、えっと、やっぱり7月なん、あのー、ガサ入れ食らった時に、うん、全社員に対してメールが、うん,うん、うん。あのー、ばーっとこう、一斉メールが、はいえー、ガサ入れが入ってったけど、あのー、メディアからの、あのー、取材とかなんとかには、 一切答えないよ。で全部広報に回すように。そういう、あの、取材とか来たらね。通達が。通達が来て。うん、それだけだ <laughs> すごい会社だって <laughs>。怖いね。あ、そう、それで、うん、高橋君が逮捕された時も、そういうメールが回ってきちゃって <laughs>。まあ、これは、あの、数少ない電通を見ている。 両親のある人がほんまにタレコミをしてくれてるんですけども <laughs> いやーだらさやっぱりさ普あのー、まあ、うん、と,とりあえず、まあ、高橋はもう20年前あごめん10年以上前に辞めてるからうん、うん、としてもだよガサ入れくらったらさガサ入れだよ しかも東京チケットクソですよ <laughs> <laughs> それがさ、いやあれじゃな宅配便のお兄ちゃんがさ、ピッポーンって来たんじゃないからね。でも、あのー、<laughs> 幹部のパソコンとか全部洗いざらい持って帰ったっていうほどの大騒ぎなのにさ、それを自分自らのホームページとかには何も発表しない。うん えー、コンプライアンスっていうのってないんだろうね、やっぱあの会社はね。まあだから、ああ、電通はここまで高顔無知だから何かあったら俺のこと守ってくれるぞって言って、反社の皆さんが、あのー、尊敬するんじゃないですかね。<laughs> そうだね。うん、いや、すごいよ、やっぱり。あ、だから、なんていうのあの、もちろんほら、えっ、ー、と、コンプライアンスがどうのこうのとか、いろいろ書いてあるよ。うん。電通のホームページにはね。うんうん、だけど、 まあいわゆるよくあるやつよ。うん、なんとか作って魂入れずって言うじゃいう。仏作って魂入れずってやつでまあそれだよね、完全にね。ううんうん、うん、で、そう、まあ、あのー、ね、今日初めて聞くような人にもう一個教えとくと、はいまあ電通っていう会社はさ、もう戦前からあるわけよ、そのん元はね。うん電通っていう会社に、あのー、正式になったのは戦後だけれども。うん まあ元はもう戦前からあってさうん、うん、もう100年起業ぐらいなわけ、はい、で、まあ、100年ぐらい続く企業っていうのは、うん、あまたは戦後すぐにできた、まあ、できてもいいけどさうん、うん、古い企業、うん、古いもう社歴が50年以上あるよ会社うん、うん、でさみんなさ社訓とかさ社世とかあるじゃん自分の会社の繁栄と 国家のの繁栄のために働きましょうとかさまああの世間まあ私滋賀県でね育ったんで、うん、近江商人の教えね世間よしね、えー、自分よしだけじゃダメなんだよっていうこの三方よしの教えうん、うん、あるじゃないですかそうそうそう世間よし環境よし自分よしね、うん、でこれ三方よしの精神でいかないと長く商売は続けられませんよねうん。 みんんなそういういいのってあるんだよ、うん、古い企業は、うん、やっぱりその創業者がさ、うん、戦後のもうあの廃墟の中からさ、うん、立ち上がっていくんでもうやっぱりこの国民と一緒に立ち上がろうとかさ、うん、国民のために尽くしましょうとかさそういうことが必ずなんかどっかにあんのよ。うん、でも伝通にはない <laughs> 5兆円売上高5兆円超える企業にさそういうものはないんだよいやー金のために働くぞそうあるのは鬼10足だけだから <laughs> いやもちろん今何か書いてあるよ今ホームページ見ると何とか書いてあるけれども守ってねえじゃねえかよ全然 <laughs> だからねだからあの多分自民党の議員とかが期待していることは ね悪の信頼を守ってくれとね国民のためとかどうでもいいんだととにかく高したまっけ高したまっとけ,っ,とけって <laughs> まあ思ってるよ絶対願ってる、うん、でこの毎日新聞のニュース見てやべえって多分思ってると思うよねえロックオンテーターだとって士あ 新聞握りしめて、うん、高校に走ってって、さあこれこれって、もう即面会で、もう,う <laughs> どうなってんですかこれ、高橋さん大丈夫ですかって、高橋はきっと朝飯に、投稿、うん、のあの一回の売店で売ってる。うん あの1個1万円するズワイガニの缶詰をこうやって食ってるとです。タラバガニじゃなかったっけズワイガニなんですかタラバガニ。タラバガニですよね。タラバガニ。もうタラバガニの缶詰もドーンと並べてかって食って。それを食べているときにうるさいな俺はせっかくカニ食ってるの出てったらそれのこじゃないです。何しゃべたんですか大丈夫ですかああ。 いや,ーいやこれねーまあだからさ、うん、だからそれそういうその電通のこの応対の仕方を見ていてもさ、うん、まあこういう高橋みたいな人物が出るべくして出た会社だっていう、うん、まあそうねわかるよね、うん、で恐ろしいのはさ高橋さんはもう現役じゃないんだよだって、うんうん、もうは78なんだ <さ>うん、まあもう20年ぐらい前あもう20年ぐらい前には、ね、現役じゃなくなってる人が、うん、でもその高橋さんを生み出した電通という会社はいまだに何も変わってないんだっていうねうん、うん、それがまたこう垣間見えるっていうさうん、うん、逮捕の元も専務だからね、うん、そして元専務なわけじゃな、うん 元専務でしかも今まで電通とも一緒に仕事してたわけだよ。自分の会社を通じてさ。うんうん、だから電通は全く俺関係、俺、え高橋誰だっけっていうような、そんな存在じゃないからさうん、うんで。そういう人が逮捕されてるのに、何のコメントも出さない。うん、自分のそういうにホームページとかにも全く書かない。うんうん、っていうのはさ。 やっぱりなんかこう、普通の企業とは違ういやーでもいいんですよ。普通じゃなければないほど、お口チャックしてくれるん。そうそうそう。まあみんなそれ期待してるんだけど、ね。<laughs> だそれで、それ以外なんか期待することあるかうん,うん。まあねえかな。うん。いや、それでさ、またここで笑っちゃうのさ、うん、そういう、 いわゆるマスコミには使用対、主要対応とかしない、使用対応しかしないような電通様がですよ。企業の危機管理とかやっとるわけですよ。うん、で、危機管理対策とかで、ね、はい、いろいろ公爵垂れに行くわけ。うんうん、いろんな企業に金もら,金もらってたよ。で、そこで、一番に言うのは、うん、あ何か、 企業不祥事が起きた時に一番大事なのはマスコミ対策です <laughs> それであのマスコミの取材に誠心誠意答えることがその後のいわゆるその後要するにマスコミに叩かれるか叩かれないかを左右するんですだからマスコミ対応には全力を尽くしてください一番社内で優秀な人を当ててください で社長が口下手だったら社長は表に出さないで、うん、誰でもいいから口が立つやつを出してくださいうん、うん、そういうね、あのー、なんていうの公釈ってするのよ、うん、それ博報堂でもやってるんでねでも自分いざ自分の会社がそれになるとそれとも全く真逆なことをやるいや多分それあのおあの裏メニューがあるんですよで、うん、あの危機管理で行った時に 何々さんの天下りのところを受け入れておけば大丈夫とか警察官僚の幹部を何に受け入れていくかとかで自民党議員の何々さんにお金渡しとくかとか <laughs> であるいはこのマスメディアのあの社長の息子は実は役やってるぞとかっていう裏情報を手に入れてこういう情報をたくさん持っておけば <laughs> マスコミに叩かれませんって <laughs> そういうのじゃないの。 うんまあ多少企業によっちゃあるかもしれないですね。いやしかしこれ前回ね、えー、平井大臣がこの逮捕の手が及ぶのではないか、うん、というふうにこう話しましたよね。でこれ昨日公開した動画なんだけど五輪汚職問題さらなる大物に向かう元首相に逮捕疑惑があると、うん、こう出てきてですね まあ、オリンピックといえばですね、まああのー、2人ぐらいしか私思いつかないんですよね。<laughs> オリンピック利権といえば、利権の,の上にずーんと乗っかっている人。な<い>ね。最一回あ<れ>、えー、の回、が、あ、ん、のー、で飛んじゃうかもってう,うんだけども、ずっとしぶとく残っている方と、これがあの、まあ、言ってみればドンです、この、うんで。で、その前にいて、 えー、安倍晋三さんと大変、あの、二人三脚で政権も運営されて、長くやっていた人。ね、息子さんが、その本間さんの後ろの、ほら、今写真載ってる。れねうん、それを建設された体制建設に、息子さんが入社されているという。もうん、まあ一体誰のことを言ってるのか私は全くわからないんですけども、うん、これが、あ私は全くわからない,い。難しいね。ちょっと難しいですね。本当に。うん 全く誰のことだかわからないんですけども <laughs> まあちょっとそれが五分五分で9月末までに上げられる可能性があるらしいんですよ。うん。あれでしょ9月末っていうかだからタイムリミットはあれだよね、うん、国会が開会するまでだよね。だから10月中旬ぐらいだと思うんですけど多分まあ実質国葬の前までだと思うんですけどね。うん。うん、あら秋の国会って まままだだ決決っっててなないいいですよ<え>日程はんとりあえずあの憲法に基づいて臨時国会の召集を求めたら岸田内閣が蹴ったっていうのはありましたけどだよね。うん、まあな,、まあ、な,んでなんでそれが問題かっていうとあれだよねあの国会が開会中は国会議員は不逮捕特権があるから逮捕するためには、うん、えっと議員の議長に対してさ、うん 逮捕許諾請求みたいなの出さなきゃいけないんだよね。うんうん、で、それ蹴られると、あのー、国会が終わるまで逮捕できないっていうことになっちゃうんで、だからまあ、やるとしたら、秋の国会が開くまでの短期決戦っていうことに、うん、まあまあ、そうは言っても、あの、検察だからちゃんとずっと調べてるんだけどさ、うん,うん、うん。でもそういうことだよね、多分ね。うん、あの国会が開くまで。 に逮捕できるかどうか一体誰なんですかね。オリンピック関係で、ずっと元首相で。なんかそういや差別的な発言をして、辞任された方とかもいましたね、オリンピックで。まあ、それかどうか、全くわからないんですけど。うん、ね,ね。全くわからない。一体誰なんだまあ、本当な。うん 誠実な彼はねまあ日本のスポーツ界の、うん、スポーツ界における本当のドンだからねスポーツ界で何かしようとしたらまず、えー、彼にご挨拶に行かなくてはうんうん、ね、P さんに行かないとねさあ<う>でさらに P さんはあのズドーンってされた安倍さんの政治の師匠とも言われている人ですからね、うんうん っていうか、あの、本当は、あの、安倍さんが、あの、一番、あの、疑惑だったんだけどね。いろいろな意味で。だけど、あの、うん、県天皇開会そうにしを漏らさず、という言葉を信じずにですね、えー、権力で嘘をつき続けたらですね、地獄の閻魔様に引っ張られちっちゃった。うーん。怖いね。まあ、そういうことだね。うん、怖い。本当に。<laughs> で、あれだろう 向こう側から「うん、あの一人じゃ寂しいからあと何人かあげてくれ」って言ってるわけでしょそう,そうですよ安倍さんからしてみたらね <laughs> それは「え俺だけかよ」って今あの血の池時刻あたりからだ誰か寂しいよ「寂しいよ寂しいよ」って怖いやいやってんだよでほら安倍さんの寂しいよ「寂しいよ寂しいよ」 苦しいよ苦しいよっていう声が聞こえてきませんか <laughs> そのあなたの在合を消すためにはこの壺を買ってで統一教会が営業してるかもしれないよ自民党い <laughs> おおそうか <laughs> 首相経験者に首相経験者にこのこの壺1億円で買えばもう安倍さんからの在合が全て消えて神の国にあなたはいけるでしょう 神の国とか言ってた人もいたね誰のことかわかんないけどさ <laughs> 偶然よく出てきたなただあの統一教会の神の国はねあの文鮮明、韓鶴茶統一教会創始者夫婦の、うん、え導く神の国であって、まああのー、神の国っていうのはまた別の神の国がありますからね、はい、だよね、うん、いや,いや <laughs> まあなまあでもねどっち うーんー、どっちにせよ。うん。ピダメだって、ほんまさん。もう。今、一時停止して、わざわざ私のピーを入れたじゃないですか。もう。いやー、難しいよね。<laughs> もう、p ピーさんね。ピーさんです。ピーさんね。ピーさん、ピーさん。いや、ピーさんってさ、<laughs> 本当にこの、スポーツ、 まあ、あらゆるスポーツごとに顔出してくるからさ、そのうん,うん,うん、うん、で、そういえばさ、うん、あれ、セ瀬直美の映画、東京五輪映画。でも、顔を大きかった人ですよね。そうそうそう。うん、こんな感じで、うんうんそう。その顔の一部だけが、こう <laughs> 異様にクローズアップされるわけよ。<laughs> で、P さんのさ、シワとかシミとかも全部出るわけよ。あ何、うん、な,なんだ、これはっていうね。うん、で、その P さんはさ、うん、うんどっちだったかな、A 面だったかな、B 面だったかな、うん、B 面だったような気がするんだけど、えっと、映画の冒頭でさ、えー、その P さんがどっか地方のなんか大会、スポーツ大会に行くわけよ。うんうん、そうするとなんかね、それをね、 このやっぱほら、地方の議員とかさ。まあ、みんな待ってるわけよ。<ー>でそれがさ、うん、P 先生、お待ちしておりました、P 先生 P, !P 先生、<お>ぜひ、もう今回もどうもお越しいただるき、もうピーだ、ピーでピーでピーでピーピーでお願いします、みたいな、ピーっていう感じで。う,うんすごいんだ、またそれが。うん、その米つきバッタブリがさ、ピッ、ピッ <laughs>、ピッ、ね、ピ、う、ッ、ん、ピッ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 、ピピ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 ピ ピーさんはもう国会議員じゃないからね。まあ、あのー、まあ、元首相経験者で国会議員じゃない人いっぱいいますよ。そうよ、そうよ。うん、だから、元国会、まあ、元国会議員の人だからなのに、その、やっぱりさ、なんて言うんだろう、この、意向がね、感じられるカットなわけよ、それ。いま、うん、だにやっぱり権力を持っている。うん。P 先生。 どうもこんなむさ苦しいところによくぞおいでくださいました。ありがとうございます。うもう私も行越至極でございます。もう黄金のサッカーボールに生まれ変わったらなって、あなたの部屋に飾られたいみたいなも、うそういう感じ。<laughs> うん、そういう感じよ。ううん、うん、うんうん、ああ、やっぱりあのー、力があるんだねっていう、わ、うん、かるカットな。ううん、うん。 まあ母さんのみはそれをそういう意味でどういう意味で入れたのかわからんが、うん、まあそういうそれぐらいの力があるうん、うん、人なんでね、うん、まあそこまでってう逮捕が及べばこれはすごいようん、うん、すごいねまあすごい、うん、まあまずは高橋を締め上げてるわけですようんギューと電通を で、電通に関連してですね政治家いっぱいつながってるわけじゃないですかでまず大臣級ね、えー、を狙って、えー、それでさらにそこから先にいけるかどうかこれが一番のポイントですねそうねうん、うん、まあある意味なこれだから何て言うの まあ、高橋がこれだけさ、うん、まあ、好きかってなことやってたわけだよ、つまりさ。だってさ、1う青、青,と青木からあれを、なんとかスポンサーになれない、なれないっすかねーって言われ、うん、じゃあ、なんとか押し込んでみるかと。うん、でも、あのー、今日ね、俺、初めての記事を見たんだけど、はい。要するに、オフィシャル。スポンサーの加減の話 とは加減の話。オフィシャルサポーターって大体どれぐらいなのかあの、契約料がね。うん、っていうのは、憶測だったんだよ、今までずっと。うんうん、で、えっと、まあ、俺は20億から30億ぐらいじゃないかなと思ってたわけうん、うん、そしたら加減がやっぱり15億だっただ。ああ。大体外れましたね、うん。うん、そんなに外れちゃいないんだけど、加減、うん、が15億っていう、 あのー、数字がメディアに出たのこれ初めてだよ、今まで1回も出たことない、うん、うん、でそれがなんか、ペロンと、<laughs> 加減15億とかペロンとか出てきて,って、うん、誰が言ったんだ、それっていうぐらい、いや、電通でしょ、電通電通,、うん、通関係者しかありえないと思うんだけど、そうね、うんまあ、または a o あ青木,、ね、あー青木加減15億って言われてるけど、それじゃ高すぎるよと。うん 言ったら、7億5千万円に負けてくれましたっていう、やお、うん、やか、お前は、みたいな感じだけど、でもさ、それをできちゃうんだから。すごいね。それを、やっぱり高橋が、なんとかしてやれよ、つって、うん、まあ、しちゃったわけじゃない。うん、じゃあ、加減15億って、お前、その決まりは一体どこ行ったんだよって話。それはもう、高橋天皇の手にかかれば、うん、もう、お触れが一個出ればですね、いくらでも変えられる。 そう。だから、事実上加減なんかあってもなくても変わんねえだろうっていう、ね、うん、いうことやな。いう話でしょ、うん、まあだからね、俺、あの、そう、うんと、加減はわし分かんなかったんだけど、うん、新聞社、皆さん、契約してたじゃん、うん、新聞社の契約金額は多分、大体一社20億円程度だって言われてたの。うんうんうん。うん だから、まああのー、20億から30億ぐらいの間かなと思ってたけど、まあ、もうちょっと加減は低かったんだね、億、うん。で、大事なのはそれでも他のあのー、いわゆる復、あのーえっと、職関係の企業、あのー、例えばユニクロとかさうん、うん、そういうのが決まらなかったっていうのがいのうんうい、うん。 これ絶対ユニクロに。持ってったはずなんだよ、うん、絶対に、うん、だけど、まあ、ユニクロには蹴られたんだろうね、うん。いや、それはまあ、正直、どうでもええわって思われたんだし、柳井さん、そういうとこは結構、渋ちんだからユニクロに投票したまあ、多分ね。うんまあ、それよりかは、大阪なおみのね、あれにこうくっついてた方うがさ、うんうん、いいとかさ、うん、考えるからね。うんうんうん だからまあ、あのー、15億を7億5千万円にしてやるよ、っつって、恩義せがましくやったけど、実は、どこも決まってなかったっていうん、っていう話でもあるんだけどさ。うんうん、それでも、やっぱり、その、高橋が、そういうふうにできねえのかと、言って、うん、組織に測ってんじゃないんだよ。これ大事なんだけど。そうね。電通に測ってるわけ。うん 電通に電話して、で、組織委員会には、事後報告う、ね。うん,うん。ね。だからこれが、やっぱりとにかく、電通による、電通のためのオリンピックだって俺がずっと言ってたけど、うん。まあそういう本当に構成に、からくりになってるんだよね。うん。組織委員会の連中なんで何の決定権もないからさ。えっと、組織委員会じゃなくてごめん。組織委員会の理事会。うん,うん。ないね。理事会なんていうのは全て、 後から報告が来るわけ、うん、だからもう大事なことは全部電通が決めるうん、うんうん、全部電通が決めるからこそ、うん、高橋のその突拍子もない加減15億円の半分でどやっていうの通っちゃうわけよこれもしだけどどっかの理事が加減15億が出せないんで10億までだったら出せる なんとかっていう、Z っていう企業があるんですけどなんて思って,て、うん、あんなのいりまーんって、そんな貧乏な会社いりまーんって、受けられちゃうからね、うん、これね。だからこれ本当にね、本当に電通による電通のための、あの、オリンピックだったっていうことが、ここですごくよくわかる、一つの例なんだよね。ああうん。もうでもなー、これで。 電通っていう悪にお願いをしていても、もう、バレちゃった。ってことが、分かってきたら、あ、電通に対する、電通の影響力も減るよな。それとも、もっと頑張るのかなもっと反射的に頑張りますから、自民党の議員さん大丈夫です。うちを使ってくださいっていうのかな国葬の時はぜひよろしくお願いしますって。うーん、まあ、あれかな。 まああくまでさ、うん、あくまで高菓子っていう一つの得意点の話であって、うん、全体には影響ございませんっていう感じかな全体には影響ないのこれでうーんとまああのー、こういう高菓子みたいなことはやめろっていう正式な通達は出ると思う全然なん ここういうういとはやめましょうっていうね。あ、一応表向きはその高橋みたいなことはもうできなくなる、うん、表向きはねだけどそれでさ何から電通が困るかっつったら別に大した困らないんじゃないかななるほどただ,ただまああのー、ほら札幌五輪ね札幌五輪でさあのー、あれをほら、えっと、スポンサーを集める札幌五輪もスポンサー集めなきゃいけないんう,んうん。 スポンサーの、スポンサー料の合計を今勝手に900億円っていう目標を立ててて、うん、これはいくらなんでももう無理になって。っていうか、んかこの事件がある前から。うん、無理だけどね。うん、だけど、まあ、これでほぼ完全に無理な。うん、だって、あまりにもダーティーなイメージになっちゃって、この企業スポンサーなんかやらねえよ、これっていうさ。うん まあそれは北海道の地場の企業はやるかもしれないよ。北海道の地場のさ、うん、企業はやるかもしれない。そりゃ、あの、童心もやるだろうしさ。チュー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 したいのにな。税金でチューチューイベントやりたいのにな。ちょっときついね。うんだから、札幌五輪なんてさ、その900億円をさ、スポンサーで集めてやるってことになってるじゃん。うん だけどもしスポ、じゃあそのスポンサーが集まんなかったらどうすんのうん。900億円の、まあ900億円全部とは言わないけど、うん、例えば半分しか集まんなかったら、うんうん、450億円の穴埋めって誰がすんのっていう。うん。そうするとさ、東京オリンピックの場合は、電通は1800円のほら、あ、1800億円。うん。ミニマムギャランティーね。ミニマムギャランティー1800億円って設定して、うん もし1800億円以下になっても自分が全部補填するって、うん、プレゼンテーションしたって、ね、前、あの、乗ってたけどさ、うん、今回はもうそういうことはできないと思う。うん、怖くて。まあそうですね。いくら電通でも。ま、うんうん、あまあ、ハッロゴリももうなダメになったと思うけどうん、うん、スポンサーが集まらないですね、これも。と思うけどね。だから少しは変わるけど、まあ、 そうは言ってもな、なんていうの、あらゆる大会、例えば世界陸上とか世界水泳をやるんだってさ、うん、結局、ね、スポンサー集めなきゃいけないわけでしょ。うんうん、で、そういう、その、もう、形っていうか、ね。利権パッケージが。うん、パッケージが出来上がっちゃってるから。うんうん、だから、それがなくなるってことはないわけで。 うーん劇的にはどうかなって感じだけどなああでもなこれから本当に例えばその大臣元首相まで逮捕されていけばですよこれは結構ちょっとは衝撃あるんじゃないねそれはほら正解に衝撃があるんだってえだから電通と組んでやるの危険だなって思わないのかな 思わないのまあ、思わないんじゃないあいつら、頭の中どうなってんのどういうことえだって人が、ね、亡くなってんだよ。たまたま、たま,たまね、運が悪いっていうふうに思うんだ、ああいう人たちは。たまたま安倍さんは撃たれただけで。うん。で、えー、たまたま高市さん逮捕されただけで,<う>で。で、これから平井大臣とかがもし逮捕されれば。 たまたま逮捕されただけなんですと。ああ、みんな運が悪かったままで元首相の一体誰なのか分からんけど、誰か逮捕されたたまたまやと。<あ> <laughs> なかなかすごいですね。私、少なくともそういう感覚の人に国家運営とか任したくないんですけど。<laughs> えだから大変なんだよ、ね、<laughs> まあ、そうですね。<laughs> そういう人たちしかいないんだから。<laughs> う,んうん。あの、彼らにとってはさ。 ロシアンルーレットの、この玉米が、あのー、えっと、八発とかじゃなくて千発ぐらいあるわけよ。うん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 。それがたまたまカチって当たって、ドーンって当たっちゃったっていうね。なるほど。それぐらいだよ。それぐらいか。俺のところには絶対来ないなと思ってる。うん,うん。うん。俺だけは安全。安全なの思ってんのよ。思ってんの思ってんの じゃあ、あロシアンルーレット。あの、先発中999発ぐらい入れときましょう。でも、でもさ、平井大臣が元大臣だけども、本当に、これ、まあ、いろんな疑惑があるけどね、逮捕されてしまったとしたらですよ、まだ何も決まってないけども、動いてるらしいけども、これ、平井大臣クラスで、 やっっちゃったらね竹中平蔵さんもやばいと思うしほ他のあの人もこの人もこの人もその人もって出てくると思うんだけどなどうする気ないのね。代わりがいくらでもいるあ要するにシステム側からすると竹中さんとか平井さんとか元首相の誰かがやっても他の人にその利権が行くだけだっていうことですか、うん あそういうこと許されんのかねやっぱりそれのさなくすためにはやっぱり政権交代とかしてさ抜、うん、本的に変えないとダメなんだよね、うん、結局うん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 それがない限りはさ「うん、あこの椅子が開いたわ」っつって「あ <laughs> あ」ってみんな走ってくるわけよその椅子つまりに全然反省なんかじゃないわけよなるほど うん、恐ろしい話ですけど、あの本当ね、ちょっとなんか、中学生、高校生ぐらいの前途ある若者にはあまり聞かせたくない話だけど、うん、実際はそうです。なるほどね。<laughs> つまり<ー>えと、高橋が逮捕され、竹中が逮捕され、えー、平井が逮捕され、他にも閣僚、A、級が逮捕され。 首相経験者も逮捕されても、利権は永遠でーす、なんもからへんでーっていう、ってことですか。そ<う>なるほどで。そういうことを言うとですね、何が増えるかっていうと、だから勝てば官軍なんだよ、こういうところでも頑張んねえ奴つはだめなんだよ、自己責任んだよって言って、維新が伸びちゃうよ。そうで、ね、あげくのあてにそれも信じられなくなったら、もう陰謀論とか語ってる政党に行くわけですよ。<ー> この世の中はイルミナリティに支配されているのだとかそういう感じになってきますまあ気持ちはわかるわらあ<ー>うん。てもうんというわけでちょっと心の中でカットしてほしいんですけど皆さんねさっきの話、うん、ねあの本間さんそういうこと言うとねあの伸びないですよ再生回数が <laughs> で高橋で海を出し自民党に事情作用が起きれば世の中は良くなる <laughs> ああっていう風うに言わないと伸びないよいいなぁ。うなあもうんもガランって、どうせ利権が、あの、空いたらそっち行くだけだから、もう意味ない意味ない。いや、意味なくはないよ。うん、意味なくはないんだよ。そう聞こえた。本当にそう聞こえた。いや、そんなつもりで言ったんじゃない意味はある。意味,意味はあるんだが。意味あるの。のこれで、これで、 高橋が逮捕されて大臣とか首相も逮捕されたら日本のもう円高にドーンと増えて賃金もバーンと上げてコロナピヨンって消えてウクライナの危機も終わって日本がもう経済大国にバーンと復活するんでしょううんそれはしないけど <laughs> しないのか <laughs> あのー、まあたった一つだけいいことがあるとすればああもう日本はオリンピックに手を出すのはやめようって国民はそれだけは分かってくれると思うそれだけ分かってくれるかな、うん まあ20年か30年ぐらいは分かってくれるの。うん、50年後は分かんない。<laughs> だってやったもんな、<あ>も <laughs> そろそろまたやるか、オリンピックっていう地球に人類残ってんのか、<laughs> 不安になるレベルだけどね、50年後なんて。<laughs> まあね。<laughs> はい、そうかね。まあ、一つ、二つはいいことはあるまあだから政権交代する一つの、まあ、きっかけになるといいな。どうな、ね、う,うんうんうん。 まあそのきっかけってやっぱりね、元首相まで行きやさ。うん、あ、それは一つのね。うん、いくらなんでもお前、まあ、元首相はやばいだろうってみんな思うじゃないよ。うん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 うん、元首相でそれ、どっから出てきたんだったら自民党だってなるわけです。<laughs> いや、これで鳩山さんとか、菅ウンナオびっくりするけど。野田佳彦さんとかね。 よええっからってったのってちょっと驚きよ民主党政権から出てきたって <laughs> それはすごいぜそれだったらびっくりするけどね野田とかそう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 野田オリンピックの招致も始まってないからね関係ないと思うけどだよねなんだ関係ないと思うけど、うん、まあうん それもそれでまあおもろいね、うん、見せ物としては面白いけどさうんまあでもほんとうんそこまでたどり着いたら検察を褒めてあげないといけないよねそうねよしよしようやく頑張ったねよしよしって、うん、ちょっと褒めてあげるねちょっと褒めてあげる <laughs> ところが まあ平井だけだったらな <laughs> ちょっとなつまんないねつまんないね、うん、でさあこの世論調査見てると野党の支持率上がってないんすよ、うん、でねちょっとあのまあ確かにそれはそうだなって特に立憲民主党あのさうちの番組ででねあの特段で話してくれた佐藤さんが怒ってました、うん、これちょっと Twitter 見てください なんと岡田克也幹事長ああそうそう見た見たこれしたのこれ泉健太どうしたん世界日報のインタビューを3回受けてって「よいや知りませんでした」とかって言ってる岡田克也を幹事長起用あかんねあかん何なんだろうはいよく分からない何で 最大の摘出が行われているんですよ、今。うん、もういいじゃん、もう。蓮舫総裁、辻元清美幹事長でいいよ、もう。もうそれでええわ、立憲民主党 <laughs> なんでう、<laughs> うん、わ、うん、かんないね。いやー。急にね。なんかもう、不思議だよな。もうちょっと野党しっかりしてほしいな。あら。 今最大の摘出が起きているときにです、ねうん、オリンピック汚職問題そして統一教問題,問題あんまり取り上げないけどもうみんな忘れてるかもしれないけどパパ活問題吉川議員もうとんでもないで挙句の果てになんか国葬担当者が昔乱交パーティーに参加してたっていうースもありましたよねあったねだったやこれは <laughs> だいぶ古まあ,あまあもう15年ぐらい前の話ですけどね森えー、っと正文さんかねええー、これ昔の報道を引っ張り出してきてさで高市早苗とか生稲晃子はなんかもうむちゃくちゃなこと言ってるもうこんなずたぼろな時なのにちょっと野と頑張ってよもう何なのかだってあれなのかねやっぱちょっと いわゆる旧古い人たちをの文句が多いからそれを抑えるためにっていうことなのかな考えられるの。それとも逆に自民党はちょっと今統一教会相手しねられないからうちだったら大丈夫っていうメッセージかこれは。 うちと一一緒にやらないかいか統一協会っていう営業活動そうもう終わったんなもう何もかもそれはないしな<笑><笑>まあとりあえず自民党で誰が逮捕されるのかわからないけど高橋で終わるとは思えないし録音データあったっていうところで真っ青になってる人多いと思うよねうんまあ高橋君もこれでだいぶ厳しいないやだって「いや知らん」とかっていうふうにこう言ってても「いやこれお前の声だろ」っつって。 いや俺の声じゃないって捏造だっつって無理じゃないかなこれはあれだうちのあのー、ステーキ屋の,あのチーフの声だって <laughs> じゃあそいつの声ちょっと聞かせろよって言われたらもうやめたからどこ行ったか知らんとかっ,つってあっこれは弟の声だよ弟の <laughs> いやいや高橋春のりだったっけ <laughs> それもうなくなってますからもういやだから「えー、違うだろ?」って言われたら「じゃあ,あのな、ー、くなってるんでもう証明できないけどこれ俺じゃない弟の声だ」「15年ぐらいもにくなってます」<laughs> ダ<だ>「無理です」「ちょっとそれ以上にくょなんかスピリチュアル方向に」「<laughs> これ,れ大川流法だよ」みたいな。 大川流鵬何してんだよ早くあれあの安倍の本出ない <laughs> もういつだった出すんだあいつ本当に <laughs> 今がチャンス今がチャンスだろもなんか大川流鵬もダメだなほんと統一教会に結果振るねえなあまあちゅ<も>うわけで今日はあの録音データ出てきて自民党議員ますますやばくなってきたなっていうところで。 えー、本間さんと話をさせていただきましたね、えー。一部希望を失うような本間さんの発言がありましたが、えー、それはですね心の中でカットしておいていただけると嬉しいなと思ってます、うん、希望だらけ、はい、<laughs> 希望だらけ希望だらけ <laughs>、うんうん、希望だらけ要は希望に満ちておる 見せてる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 見せるるてもう道ち満ちしております皆様本間流粒にカンパを捧げるのですさすればあなたの人生の先祖の在業も含めすべてが清らかに消え去ることもないんですけどカンパが欲しい <うん S 1> 我々電通のような権力持ってないのでカンパがないと続けられません,んですね銭がないと何もできやせんねんやでこれは正しいと思いますがだからといって悪いことしていったわけじゃないと思いますよ <laughs> はい今日も読書 じゃねー。どうもはい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。